はい、札幌占い美容師の山下琴です。今日はどうしますか。今日はハイチューブTV。はい、大学受験があるので、はい、証明写真を撮るときに証明写真を撮るちょっと茶色いんで、はい、暗く地毛っぽい色にしてほしい。自分の色にしたい。自分の色ですね。自分の色がちょっと茶色い。そうです。だよね、はい、黒じゃなくて、はい、ちょっと茶色っていうか自然に地毛の色で、はい、自然にしたい。はい、わかりました。で、長さはまあそんな悪くないんで、前髪がさっき聞いたのは何だっけ、ここが、はい、多分こう合ってないんで、滑らかになんか、はい、こう形を合わせてほしい。滑らかに難しいオーダーですね。滑らかに形を、はい、わかりました。滑らかに、はい、じゃあちょっと全力を使います。滑らかにいきます。あとは大丈夫そうです。後ろもちょっと量多いんで、はい、軽く中を滑らかに、はい、滑らかに、はい、わかりました。はい、やります。はい、今日は黒染めです。3N スローの 3N とスローの A6CA の6ですね。それを使ってちょっともともと地毛が少しメラニン色素がちょっと少ないタイプなんで、ちょっと茶色い地毛なんですよね。なのでちょっとその辺を使っていきます。 3N 使うの CN の3使うのはアイロン普段入れるので色が飛んじゃう可能性があるのでちょっと暗めをチョイスしていきます。でまずここから塗っていって、毛先は時間差で塗った方がいいので、まず根元側塗っていきますね。普段、コームで塗っていくことが多い、動画見ていただくと分かるんですけどコームが多いと思うんですが、黒染めは染まってないとおかしいんで、こういう場合はハケを使ってしっかり塗っていきます。あんま伸びてない気がする。そんな8月の最初に染めてもらって、そんなこと2回言ってた気がするけど、何を書くんだっけ、結局そこに進んだら大学だったら普通に4年 で、 で専門学校だったら3年で、大学の方がいいんだっけ、長いと思うんでしょ。専門学校の方が短い。そうです。1年。はい、1年短いけど、まあ、濃密ですね。ああ、そうだ。内容が。大学の方がゆっくり。そう、4年で。でも同じ時間、勉強数同じなんで、ああ、そう。相当違う気がします。ちょっと、大変そうだね。大変かもしれない。専門だったら、もう、つめつめです。そうだよね。でも、専門の方が、やっぱり、専門なんで、そっか、内容が多分実践的だと思う、専門の方が。なるほど。大学はまあちょっと違うで、大学出たっていう資格は取れますもん。そうですね。なんか若くなりそう、これ大丈夫ですか時期的にやっぱその時期なのか、確かに黒染めめっちゃ多い時期ってあるもんな本当に黒染めばっかりみたいな、ね、これでちょっと時間を置いて、はい、これで今毛先まだ毛先の何センチかは塗ってないんですが、毛先の方色吸い込んで暗くなってしまうので毛先は時間差で塗りましょう。皆さん今塗ってるのは根元から中間ちょっとぐらいまで塗ってます。でなんかスローのいいところはトーンダウンしてもあんまり赤くならないので、スローの、ナチュラルはかなりトーンダウンには使えるかなと思います。
はい、これで毛先を塗っていくんですけれど、黒染めのポイントは、結構急がないでゆっくり時間を置いていくってことなので、普段はもう僕流してるぐらいなんですけど、結構じっくり時間を置いていってる感じです。何回もですね、塗りムラがないか確認していかないと、結構ですね、塗れてないところがちょっとでもあるとそこが明るくなってるので、当たり前のことなんですけど、結構当たり前にできなかったりするので、ちょっとチェックをしっかりしていった方がいいと思います。で、今これ毛先に若干、の薬をですね伸ばして、毛先の方若干明るい感じの自然な仕上がりにしていこうと思っています。なので毛先はそんなに時間は、ちょっとバランス見ながらですかね、そんなに時間は置かないかもしれないですね。黒染めだったので、油断しちゃうと綺麗に染まらないので、黒染めこそ塗りムラがないように何度もチェックして、量は薬の量はやっぱ多く作った方がいいかなと思います。僕はそれでたっぷり塗っていって塗りムラない方が、時短になるので、薬が少ない状態で綺麗に塗ろうとすると結構時間かかって時間のロスになっちゃうので、時間を優先した方がいいかなと思うので、量をちょっといつもより多く作ってたっぷり塗っていった方が効率がいいんじゃないかなと思います。1000動画ぐらい動画入ってるんで、いろいろ関連動画の方から見ていただけると、今まで何年かで、撮ってきたものがあるので、皆さん関連動画どんどん辿っていってみてください。では皆さん、また見てください。また明日、バイバイ。